まあ大谷も小林もねよく折り切りましたと、まあ、小林は途中まで攻めたんですけどね、はい、まあ、この辺がね小林のバランスの良さですよね。うん、うん、さあルミ最後のつもりになりますが山に6球差は残っていませんでし た、 ったいやここはねあのリーチの時のこう仕草というか、あのモータからは自信ありっていうリーチには見え、うん、まあ、こちらもねなんか上がりそうだなっていうふうに思ったんですけど ね、実際山にいましたからね、はい、まあ、でもトップ目からの一人転敗、親は連チャン、悪くはないでしょう。流局となりました。トンの4局はルミの一人転敗での流局です。ルミは11月23日に、トップを取って、それ以降トップがありません。一時は個人成績200に迫る 199.9 まで行きましたが、現在は個人マイナス 46.1 と大きく沈んでいる結果となっています。直近5戦が4着4回なんですよね。あ、そうですね。まあ、特にフリカザンね、はい、まあ、ボード争いしてますから、今日の一戦でねトップ取ったら大きいですよ、はい、さあドラワペ復活のトップとなるか、二階堂ルミ。そして苦しむのはこの魚谷です。形は悪くないですけどね、打点が欲しいんですよね。あ、でもドラ打ちましたね、まあ、ここスピードで面前リーチで勝負みたいな感じですかね。うん、そういうことですね。三者の闇天攻撃に捕まってしまった魚谷です。いや、なかなかないですよこれだけね、ダマ点でしかも高い点に捕まるのってね、はい、うん、小林のはあまり高くありませんでしたが、黒沢ルミの手は大物手でした。さあ小林、イーシャンテン、カンローピンとイースーマンです。ローピン引ければ理想的。ルミは今回まだメンツがありません。大谷打点作るとしたら、いや作りにくいね、これは、まあ、赤ぐらいかな、うん、あ、これでやめるめ二度受けとはいえ、カンローピンを払うには十分でしょう。うん、パーピン引きとか一応見ます。あとはウーピンとチーピンの差を考えてると思いますね。危険度とかですか。うん、あとあのリャンピン引きとかもあるんで、変化がね。ほうほうほう、あ、ウーピン引きとなった、はい、ピンズは形決めた感じですね、これでね。やっぱりイーペコが崩れちゃうんですね、ピンズの変化っていうのは、はい、あ、来た、カンチーマン引いたぞ、ルミ。さあここは小林対ルミといった状況。これはもうチーピン切るか、うん、さあ黒沢スーマンを引き入れて2メンツ目が完成しますが、役ドラ赤一切ありません。黒沢は不満でしょうね、不満でしょうね、うん、ただ進んでるだけという状況です。わずかに 7-8-9 ちょ、純ちゃんとかもあるんですけどね、あのすごい遠くに、あ、ただ急走3枚目だ、あ、ちょっとチーソーの使い道があんまりないですね、この場だと。まあ、カウソーとかも、ね、捕まえたいところでありますが、ああ全部見て、うん、手だけは進みますね、淡々と、うん、ただまあ赤欲しいでしょうね、黒沢はね。ローピン、サブローキューピン引くと、うん、あ、すごいつも伸びてますよこれ、6、7、8ですよ、すごいつも伸びてる、これはシソニヤマだ、うん、うわ、めちゃくちゃ伸びた、うん、ルミリーチで上がったらね、ダメ押しになりそうですね、なりますね、うわ伸びたな、うわもうチーソー引く気、あーそこで引いた、さすがにロソパソ酸素あります、うん、形はロソパソですね、さすがに、はい、チーソーもよく見えたんだ、ちょっと不満そうですね。3色の申し子2回ドルミ、ここは団長のロソ切り、下地球出ましたか、純ちゃん3色、純ちゃん3色ですね、7-8-9になったら最後の球走引けるか、2回、魚谷由美、こちら形盤着、先ほどより大きな声でリーチさん、スパーピン、今度こそって気持ちあるでしょうね、あるでしょうね、スパーピンはウーピンが場に1枚出てるだけ、1-2-3-4-4山、あちょっと行ききれないですねこれね、赤ウピあるね、ウーピン2枚とパーピン2枚、あ、ウーピン、あ、ちょっと待ってよリーチ、あ、合ってるな、追っかけリーチはイースーマン、
イースーマン対ウッパーピン。いや、まあ2枚ですね、イースーマンね。あら、ってことはウッパーピンの方が有利ですよ。2対4。でも枚数じゃないですよね、石橋さん。いや、枚数です。枚数ですね。はい。ってことはここはルビーが有利、はい、ルビーも有利、はい、うん、ただまあちょっと差だったらね、そこまで変わんないですけどね、勝率ね。2対4はちょっとの差ですか。2対4はだから、まあシンプルに計算したら、はい、まあ、33% 対 67% みたいな感じですね。びっくりした。パーピンだ。パーピン。うわ、トップ目のルミ、いやー、フライチでかい。これ大きい。リーチ単用ピン、フライチ12000は12300プラス強卓が全部で3。これはトップ目のルミ大きな加点に成功ですね。もうね、2着だいぶ離したんでね、はい、さらに加点目指していくと思いますよ。これは大きなトップになるか。6万点を超えています。80ポイントを超えるトップ目。なんだ、悲しそうな表情してる。赤ウピンでペーガンコで、右が国士で左が単葉みたいな。ここはイピンから。第1試合、勝俣で3着だった風林火山。ここは二階堂ルミ、直近の不名誉なこの苦しい戦いを挽回するようなトップ目です。